回の動画は、80年代に活躍したアイドル、おにゃんこクラブが、オリコン1位を獲得した曲を、すべてご紹介します。最後までお付き合いください。おにゃんこクラブは、特番、オールナイト富士、女子高生スペシャルに出演していた女子高生の中から選抜した11人で、おにゃんこクラブを結成。1985年4月からのバラエティ番組、夕焼けにゃんにゃんの放送開始とともに、出演することとなりました。番組企画、ザ・スカウト、アイドルを探せを設けて、それに合格した新メンバーが、続々と加入していきます。放送開始から3ヶ月後の7月5日に、シングル、セーラー服を脱がさないででレコードデビュー。売上枚数、24.7 万枚、オリコン5位となりました。メンバー14人だよ。おにゃんこクラブの、売上ランキング2位の楽曲です。番組開始当初は7曲だったのが、年内には全国ネット規模の23曲まで拡大。大ブレイクね。そんなおにゃんこクラブが初めてオリコン1位を獲得したのはこの曲。1986年2月21日に発売された、じゃあね。3枚目のシングルよ。売上枚数 28.1 万枚、おにゃんこクラブ最大のヒット曲となりました。ここからオリコン1位が続きます。一気にご紹介。お次はこの曲。1986年4月21日発売、おっと痴漢、4枚目のシングルだよ。売上枚数 20.6 万枚、おにゃんこクラブの売上ランキング3位の楽曲です。続きまして、1986年7月21日発売、お先に失礼、5枚目のシングルよ。売上枚数16万枚、おにゃんこクラブの売上ランキング5位の楽曲です。さらに、1986年11月1日発売、恋はクエスチョン、6枚目のシングル。売上枚数 12.3 万枚。アニメあんみつ姫のテーマソングだったよ。続いての曲は、1987年1月21日発売、ノーモア恋愛ごっこ、7枚目のシングルよ。売上枚数 11.8 万枚。月曜ドラマランド狙われた学園の主題歌でした。最後はこの曲。87年5月21日発売、カタツムリサンバ、8枚目のシングルだよ。売上枚数 7.2 万枚。以上、3枚目のシングルから6作品連続でオリコン1位となりました。1987年9月の解散までに52名のメンバーと3組の派生ユニットが誕生、10枚のシングルをリリースしています。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価いただけると励みになります。お願いします。